様々な地域、様々な時代の建物の例建物とは土地に定着する建造物のうち屋根及び周壁を有するもののこと。建物は土地の定着物であるとすることは世界的に共通するが、欧米諸国の方の下では建物は土地と一体をなすものとされているのに対し、日本の民法の下では建物は土地とは別個の不動産とされている。 近代的な建物の構造設計は構造形態の発想が最初にあり構造デザイン構造計算による安全性の検証そこから設計図書の作成試行と進むのが一般的である各建物に固有の定量的な性能に損傷限界と安全限界がある損傷限界とは建物の寿命中に一度はあり得るであろう 風雪や地震などによる、中程度の力が加わった時でも補修を必要と、しない限界を言う。損傷限界は、そのような風雪や地震などの作用があっても、人々が安全にその建物を使用できること、建物の使い勝手が変わらないこと、建物の劣化が早まらないことを要件とする。また、安全限界とは、建物の寿命中に極めて稀にあり得るであろう。 風雪や地震などによる力が加わった時でも、建物の内部や外部にいる人の最低限の安全性を確保できることを言う。不動産等規法における建物不動産のうち、土地に定着した建造物。不動産等規実務上、建物の要件として、外気分断性、定着性、用途性が必要である。最近では、不動産として取引性があることも求められる。 会計上の建物事業のために取得した建築物を会計上の固定資産として計上する勘定科目。建物及び暖房、照明、通風等の付帯設備を含む。棚卸資産となる販売用建物を除き、耐用年数に応じて減価償却しなければならない。税務会計上の建物減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第一に、 定める、原価消却資産の種類。電気設備等の付属設備は、建物付属設備として別の種類であるから、税務会計上の建物とは、付属設備を除く、建物本体のことを意味する。税務会計上の建物を明確に定義した規定は、存在しないため、実務的には不動産登記における建物の定義による、ことが多い。 建物の構造、用途、材木により、法定対応年数が細かく定められている。平成10年4月以後に取得及び増築した建物の焼却方法は定額法のみであるが、建物付属設備は平成10年4月以後の取得であっても、定律法による減価焼却を選択できる。地方税における、家屋固定資産税の課税対象となる土地、家屋、 焼却資産のうちの家屋のこと。税務会計上の建物及び建物付属設備は原則として家屋に含まれ、屋外の構築物は原則として焼却資産に含まれる。関連法令アメリカ合衆国では建築規制は各州の責任とされており、建築規則の策定、交付、執行は州と地方自治体が行っている。 民間機関の ICC がモデル建築コード IBC を作成しており、他に住宅コード、防火コード、省エネルギーコード、配管コード、機械コード、既存建築物コード、ゾーニングコードなども作成している。ほとんどの自治体はモデル建築コード IBC を使用しているが古い、万のままの場合もあるなど基準は統一されていない。イギリス・イングランドよび ウェールズの場合、1984年建築法があり、さらに2010年建築規則、2010年建築規則、2010年建築規則の枠組みがある。建築規則の適合性の審査は、地方レベルの建築規制機関による場合と、民間認定検査人建築規制制度による場合があり建築許可を得る方法はそれぞれ異なる。フランスフランスでは、 都市法典、住宅、建設法典、1977年1月3日付建築に関する法律第77から2号などによる法規制がある。建設、住宅法典などに基づき、居住用建物、特殊建築物など種類ごとに法定技術基準が定められている。1978年のスピネッタポーア建築物。 使用適正に関して建設関係者が10年間の損害賠償責任を負うこと、建設関係者は義務的責任保険に加入すること、建築物所有者は義務的損傷修復保険に加入することを義務付けている。ドイツドイツでは資産の扱い等に関する規則を制定する権限は連邦政府にあるが、建築規制法令の制定権限は州にある。 EUEU、e、では建設製品の性能について CE マークによって表示する建設製品規則が定められている。また、建築物のエネルギー性能の改善を促すため、建築物のエネルギー性能に関する指令が出されている。オックスフォード歴史っ子におけるビルディングの定義。日本大百科全書、建物、日本建築構造技術者。 協会関西支部建築構造用語辞典編集委員会建築構造用語辞典建築技術2004年48ページ ABCD 日本建築構造技術者協会関西支部建築構造用語辞典編集委員会建築構造用語辞典建築技術2004年131ページ ABCDEFGHIJK 諸外国の建築規制における技術基準体系等に関する調査。一般社団法人建築性能基準推進協会。2020年8月2日閲覧。ありがとうございます。